力の出し方って相手に対して押したりここ当てたりっていうのとまた違う考えで今やってるんですけども、触れたところは大事にします。でも相手に押し返しちゃうと相手の力こっちにせっかく来てくれるのなくなってしまうので、これを認めて打ってもらって、相手の力をできるだけ生かして生かして、で一緒に動いていきますね。今受け身取ってくれている状態ですけども、でもこれを一緒に動いて、で意図的に2人が一緒に動けるように伸びてますね。返すんじゃなくて、で中心があって、でこの原理を大きく働かせるためにこちらの力とこちらの力を入れ替えて回転させてます。動いて転換、はいどうぞ。こっちとこっちとこっちは自分の前を通り過ぎてお願いします。これがちょうど剣持ってるとこれで開いた時に塚でこう当たってくるような感じなんですよ。